皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。少しずつ作っているんですけど、和風建築初めてやるので下手くそなんですが、どんな感じにやろうか迷いながらここまでできました。今はなんか庭の柵をつけてるとこです。多分イメージ的には旅館的なそんな感じです。あ、まずい。砂利の位置が左右で違う。これどうしようかな。いっか、こんな感じ。なんとなく岩とか松とか植えてみたんですけど、難しいですよね、和風。せっかく鐘があるので鐘つけようと思います。なんか旅館風にしようと思って鐘つけるって、神社神社みたいになっちゃうかもしれないんだけど、まあいっか。屋根が難しい。皆さんどうやって屋根作ってるんだろう。なんかもうあの手前の欄間のところもう完璧に失敗してるんですけど、これどうしたらいいのかな。こうでいいのかな。いや、見た目が一番頭っていうんですか、屋根の一番上1個にすれば綺麗に埋まったはずなんですけど、これで6個になっちゃった2個。これはいやー、なんかね、でも1段もう1段開けたらまだいけるかな漆喰の壁で、どうしよう。一マスの何かが欲しい。いや、でもしょうがないですね、私のクオリティはもうこんなもんですね。下手になっちゃった。鐘の下はなんかギリギリだと叩けないですね。これ周り全部にして一段下げるカッターを使えばなんとかなるかな。そうしようかな。和風建築上手にできたらいいなと思って作り始めたんですけど、屋根の幅とか全く考えなかったんで、これはやっちゃってる感がありますねあとあのやっとですね、ビルダーカッターこれを使うようになったんですけど、これめちゃくちゃ便利ですね。コメントであの視聴者の皆さんからはビルダーカッターすごく便利だよって聞いてたんですけど、今まで一回も使ったことがなくて、一段下げたりとかするのにかなり便利でいいですね。でまだあの斜め切りをとかはしたことがないので、下半分とか上半分とかしかやったことないんですけど、うまく使って斜めに切るのもやってみたいです。でもこれ上一段になってるけど見えないからいいかないいことにしよう。あ、シドウ君に話しちゃった。メルキドの故郷はこんな感じではないんだけど、まあいいか。これでベルが鳴るようになりました。やったー、いいですねこれ。みんな喜んでくれてるのかよくわかんないけど、まあいいか。屋根もね、もうちょっとうまく作れたらよかったんだけど、欄間があんなところにくっついてしまってて、こっちもね全然作ってないので、これから本宅というか旅館みたいな感じを作れたらいいなと思います。なんかハリボテになりそうなんで、とりあえず前面側前の方を頑張ろうと思います。はい、なんとなくできましたが、屋根がねどうしようか迷ってしまって、まだ屋根ないです。入り口のところはうまいこと作れて、一番上最後の一つ残せたので、なんて言うんでしょう、瓦屋根はうまくできたんじゃないかなと思うんですが、残りの後ろの屋根をどうしようっていうところで、
止まってます。もうなんかこの形、四角い屋根というか日本方向からこう斜めに上がっていく屋根の方がかっこいいんじゃないかと思いつつ、上手にできるか不安なので、とりあえず内装をなんとか作ろうかなと思います。これ皆さんどうやってるんだろう。一応ですね、左側は襖にして、右側は窓にしてっていう感じなんですけど、門がね、大きさを間違えたのでこれしかつけられないんですよ。ただ一段上が開いちゃってるんで、ここを埋めるっていうのと、あとなんていうの、かまぼこみたいな感じなんで開く気がする大丈夫かな。でも見た目重要だけど裏やばいどうしよう。そこ一応欄間用意しました。欄間1個余るんですよね。5個にしちゃったんで端っこつけて真ん中をこれにしようと思います。命の原木でなんとなくつけておく作戦。これで見た目どうかな。でも開いてますよね。うわ、開かないようにしたかったんだけど開いちゃったまあいいか、いいかな。でもなんか欄間って内装な感じがする。入り口につけてよかったかな。これどうしよう。とりあえずここは1個削って、うん、入り口にしようと思います。うわ、ここもだね。これ逆だ。こっちで、本当はここで猫が寝てほしいっていう願望。あー間違った、奥の方行っちゃった。形がこう、ここで猫さん寝てくれないかな。縁側にしたかったんだけど、なんか1個飛び出しててちょっといびつな縁側になりました。左作ったんですけど、右側は窓にしたのは、あの何でしたっけ、左右の大きさを違うく作っちゃったんで同じ大きさでできなかったんで窓にしました。あと中は廊下のつもりで今板張ってあるので、中央を廊下にして2階に上がれるようにしつつ、どうしよう、2階に上がれるようにしつつ、座敷にしたいから畳かな。ちょっと畳にしてみよう。畳、初の畳、いっぱい作れて嬉しい。何畳にするかっていうのを全く決めないで作っちゃったんで畳数がわからないいいのこれで。広いよね、畳の部屋って。あれどうなってたっけ、畳の部屋って2個つながって多分1畳になるはずなんですけど、6畳部屋2つの方がいいのかな。あれなんか出てるよね。あ、ん？これ、置く？位置？あれ？やっぱり繋がんない。うわー、横出ちゃってるじゃんなんでなんで？こうじゃないんだよ。そっか、あれ？置く位置？畳難しい？待って待って、せっかくつけたのに。あ、落ちずになくなるのかな。あれ、ちょっと遠くから作ればうまくいく。あー違う、うまくいくかな。あ、こういうことですよ。置き方あるはずなんですけど全然覚えてないので、とりあえず埋めていきます。いびつになりそうな気がするいやー
なんか違いますよね、この畳の置く感じ。違うし、なんか端っこが一畳畳みたいになっちゃったんですけど、まあ、とりあえずいいことにしようと。どうしよう。あ、これ違う。襖はこう。これいいなぁ、扉。いっぱいつけたい。ここでいいよね。あれ、畳の部屋って畳の上、襖だとおかしいですよね。で、端っこに、どうしようかな。なんか置くか。よっ、置いてしまえ。そうしよう。ここも置いてしまえ。壁にした方がいいのか、いやー、わかんない。なんか違う気がする。この位置ちょっと違う気がする。ここじゃないよね。ここなんか違いますもんね。一個違うな。あれ？なんか合わない。やっぱ一個多いんだ。遠くなっちゃいました。変えるかどうか迷うんですけど、とりあえず屋根も作りたいのでやってみよう。ということで、私の初めての和風建築はまだまだ完成しません。ちょっとずつ作って、これ完成させたいと思います。あ、でも新しくダウンロードコンテンツで追加になったやつは結構作れたので、楽しいですね。うん、見た目も、全然だけどいい感じな気がします。はい。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!